日本ハムの新庄監督が31日、水原一平元通訳の違法賭博問題で揺れる、ドジャース大谷翔平に先輩としてイエルを送った。新庄監督は現役時代に自身の年俸やテレビ CM、テレビ出演等で総額22億円以上を稼いだ。ところが現役引退直後に金銭管理を委託していた、知人がほぼ全額を流用していたことが発覚。その後、 裁判沙汰になった苦い経験がある。そんな巨額金銭トラブルを実体験していることもあり。この日のロッテ戦の試合前に、大谷と水原氏の関係性等について問うと、俺、大谷君の何倍、22億円あると思って、使い込まれて最終的に口座に2000万しかなかったらどうしますと、当時を振り返りながら苦笑い。もう笑いしか出てこないからそうなると。 流用した相手とも話したけど、もう笑うしかない。35億円の巨額詐欺にあった経験がある。矢沢栄吉さんもそう言ってたけどね。と、騙された人間にしかわからない。複雑な胸中をセキララに語った。信用して親みたいに、可愛がってもらっていた人に、何十年も騙され続けたことの痛みが、ものすごく苦しいから、人間不信にはなりかける。でも俺はプラス思考だから、あの件がなかったら、 俺多分引退後、9回に戻ってきてないし、トライアウトも受けてない。大谷くん、大丈夫、大丈夫。人間、ミックでいろいろ忘れるから、最後は持ち前の新常武士で、大谷の復調を期待していた。いつも最後まで、ご視聴ありがとうございます。いろいろなスポーツを取り上げて、皆さんとつながっていけたらと、これからも頑張ります。YouTube を通じて、世界中のスポーツ関係、 世界中の子供たちに少しでも還元できればと頑張っていきます。少しでも応援してくださる方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。